ポキポキっと割りますよ。ポキポキポキ。おお。よいしょよいしょ。こんにちは、ハルアンです。今日はザ・チョコレートケーキ、すっごく美味しいねド定番なレシピをご紹介したいと思います。まあ、ガトーショコラとかザ・ハトルティとかあるけれども、本当にパウンド型で焼くチョコレートがみちーっと詰まったブラウニーのような、でもブラウニーでもなくケーキのようなチョコレートケーキになっております。すごく美味しくてすごく簡単なので、皆さんね、ぜひ作ってほしいです。それでは早速作っていきましょう。まずは材料紹介からしたいと思います。まずは主役のチョコレート、明治の 50g の板チョコを3枚使って合計 150g で作ります。で、私はミルクチョコレートで作るのが好きなので、それに合ったお砂糖の量にしています。その次はバターたちです。バターはね、こうやって薄くカットして室温に戻しておいてくださいね。こんな感じでバターをなんと 100g そしたら次は卵を2つにココアパウダーを 10g で、お砂糖は 100g、 これは薄力粉です。薄力粉は 70g、 こんな大量にはいらないです。では材料は6つ必要になるんですが、これを組み合わせることによってすっごく美味しいんです。はい、それではね、早速作っていきたいと思うんですけれど、まずバターを室温に戻しておくこと、だいたい2時間ぐらい出しておくと安全というか安心かなと思います。あとチョコレートをレンチンするまーす。レンチンすりますチョコレートレンチンして溶かします。で、湯煎でもいいんですけど、湯煎なんかめんどくさいじゃないですか。だからチョコレートはね、レンジがお得ですよ。今日はね、板チョコ3枚使うので全部ね剥がします。ちょっと大量だから頑張ってポキポキっと割りますよ。ポキポキポキ。まあこんな感じでもう OK です。あれに入れちゃいます。細かく包丁で例えば刻むとか、まあ、した方がね美味しいかもしれないけど、でもいちいちまな板を出すのもめんどくさいし、こういう風な簡単作業で大丈夫。こんな感じに割ってボウルに入れます。レンジが使えるね、ボウルに入れてくださいね。はい、チョコレート割れました。そしたらここにじゃんじゃらじゃーん、ラップをします。で、600ワットで1分半から2分、私は2分がベストなんですけど、レンジによってはね違うと思うので、様子を見ながらチョコレートを溶かしてください。ではレンジゴー。はーい、こんな感じです。すごい綺麗に溶けました。で、ちょっとだけね溶けてないところがあっても、こうやって混ぜてると溶けるので、あんまりね神経質にならなくていいと思います。こんな感じで綺麗にチョコが溶けたなと思ったら OK です。次はボウルに移動します。バターをドボーンと入れます。そしたら泡立て器でよく混ぜます。で、この時に室温に戻ってないと本当に全くカチコチだから、室温に戻しておくことが重要です。よし、できたかな。そしたら明かりの上にボウルを乗せて、お砂糖を 100g 量り入れます。もう惜しまず使うのがポイントですからね。よし、こんな感じで 100g 大体量れたら、また混ぜます。お砂糖とバターが滑らかな感じに混ざりました。そしたら白っぽくなってきたので、次は卵。まずは2つ今日使うけど1つ割ります。これを混ぜます。はい、混ざったかな。バターと卵が混ざり合ってない感じがあっても大丈夫です。あんま気にせず、最終的にはぽってりとしたいい生地になってくれるので、とにかくよく混ぜるってところだけ意識してください。で、もう一個割り入れてさらに混ぜます。はい、できたかな。今の生地はこんな感じです。結構つぶつぶというかザラザラしてるかな。でもこれで大丈夫、こんな感じに混ざってくれれば OK です。そしたらここで溶かしたチョコレートを入れます。おー、入りました。で、なぜつぶつぶが残ってても大丈夫かってことなんですけど、チョコレートの熱でね、ちょっとバターが溶けるんですよね。はい、じゃあ混ぜまーす。おー、はい、ここでダマダマがなくなるというか、綺麗なぽってりする生地になるまでよく混ぜまーす。つややかなね、生地になるまで、こんな感じ、ぼてっとしたつややかな生地になれば OK。
けー。で、これだけじゃありません。粉を加えます。粉を加えるときは、はかりをもう一度持ち出してきてですね、まずはココアパウダーです。ココアパウダーはお砂糖とか、あとミルクとかが入ってない純ココアパウダーを使ってくださいね。を 10g この中に入れます。振るわなくても意外と美味しいんですよね。ダマにならない。すっすごくダマになってるココアパウダーとか薄力粉だったら振った方がいいのかもしれないけど、私は今まで振るわなくても失敗したことがないので、そうだから私はいつも振るわずに作ってます。そしたらあとは薄力粉です。薄力粉も振るわずにそのまま入れちゃいます。 70g、 70g で、ここら辺でオーブンの予熱を始めます。160度に予熱してください。はい、そしたら最後にちょっと上をまず混ぜます。ココアパウダーと薄力粉をなんとなく混ぜ混ぜってして均一にしてから、さあ混ぜ込みます。ぐる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 コサミンって、おー、いい感じで、あんまり混ぜすぎても良くないので、こうやって周りに残った粉とかは早めに早めに取りながら、こんな感じで、さらに混ぜる。はい、オッケーです。泡立て器卒業したら最後にゴムベラで何回かそこから混ぜてください。ダマとかね、なんか混ぜきれてないところないかなって確認して、大丈夫そうだったらもうこれで生地は完成。もう焼く前から美味しそうじゃない、この生地。おいしい。はい、そうしたらこの 25cm×8.5 とかかなのパウンド型という感じですね。これ富澤商店で私買ったんですけど、本当に400円500円ぐらいだった気がします。なかったら普通に丸型とかちょっとちっちゃめのパウンド型と、まあ、フィンカップとかでもいいですし、何でもいいんだけど今日はこれで焼きたいと思いますよ。こんな感じにしたら型に敷き込んで、はい、こんな感じで型に敷き込んだら、あとは生地を流すだけ。はい、いきますよ。どん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 。おお、結構ね硬いというかボトボト生地なので気をつけてくださいね。サラサラしてない分ちょっと難しいかもしれない。こんな感じでゴムベラでさっさーって横に広げます。ゴムベラで慣らしてあげないともう絶対広がらない生地なので、こんな感じにゴムベラで慣らしてあげてください。160度で50分焼いてきます。いってらっしゃい。でーじゃ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 ーん、なんと焼けたのが今日はあります。確かに焼けたのをそのまま今日食べたいなと思ったので昨日の夜に焼いておきました。それがこちらです。うわー、美味しそうでしょ。すごく素敵に焼けたと思わない？で、私はこのお皿に盛るのが好きです。よいしょ、紙を剥がして、おー、ぴったり。はい、ではカットしてみたいと思います。いきますよ。ダル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 、上から押すように切った方がいいかも。たーん、やった。うー、では次はこんな角度でいきたいと思います。はい、いきます。ダル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 、たたーん。こんな感じ、中に行けば中に行くほどみっちり感が増すんですよ。これがね、たまんないよ。よいしょよいしょ、ほ、全部切っちゃおう。ほ、ほっと、よし、切れた。うわー、美味しそうすぎる。はい、では真ん中の方であるよ。じゃら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 、じゃん、じゃん。こんな感じでチョコレートケーキの完成です。はい、では食べたいと思います。焼けた後に粗熱を取ってからラップでね、ピチーって上に蓋をして型のまま冷蔵庫に入れておきました。そうするとすごくね、ずっしりとした濃厚なケーキに仕上がるからとってもおすすめ。いただきます。めちゃめちゃ濃厚でめちゃめちゃ美味しいです。もうほろほろ崩れていく感じ、口の中で。うん、たまらんね。はい、ってことでどう？
美味しくできました。すごく美味しかったし、しっとり濃厚ずっしり、できれば一晩とかね置いていてもらった方が美味しいかなと思いますが、焼きたてもねちょっと粗熱が取れたぐらいでもとろーっとして美味しいので、ぜひ好きなタイミングをね見つけてみてくださいね。生クリームとかこう添えても美味しいと思うけど、何もないからこその美味しさっていうのも私あると思うので、ぜひまずはそのまま食べてみてください。ということで今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも美味しいぞと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。はぁ、お腹いっぱい一切れをバクバクと食べたから結構お腹にたまりますが、ラップに包んで冷凍保存もできるので、ぜひ食べたい時に解凍してパクッと食べるのもありかと思います。ちょっと大量にできるのでみんなにお裾分けしたりとか、いろいろね工夫して楽しんでみてくださいね。ではでは、バイバイ。